ポラベアをご覧の皆様、いつもありがとうございます。今日はシーツマ一人で奮闘しております。今日はですね、 ANA のチャーターイベントの一つであります、こちら、ザン、レストランフライングホヌの予約をしたいと思っています。で、今日は11月2日なんですけれども、今、13時45分で14時から、12月分の予約が開始されるということで、パソコンと iPad 両方用意して待機しているという状況です。で、今画面で確認できるのは11月開催分の、予約の画面、これが14時になると12月開催分も表記されるというふうに電話で確認が取れたので待機をしているという状況になります。で、11月開催分の方がどのくらい空席があるのかなっていうのを見ることで、12月分もどれぐらいの戦いになるのか、そうでもないのか、そのあたりがわかるかなと思って覗いてみました。で、こちら下の方に行くとそれぞれのお値段が出ていて、で、クラスごとでツアーを予約するという赤いバーがあります。例えばエコノミークラス、こういった感じで機内食のイメージだったりとか座席の様子など、その下に細かい内容が書いてありますね。で、少し下の方を見ていただくとパターン A とかパターン B とかあるんですが、見学してから食事とか、食事をしてから見学とか、そういったパターンが違うものもあるんですね。これ予約をする画面で一つ一つこう選んでいくことになると思うので、これを読んでおいて決めておくっていうのが大事になりそうですね。で、下に行くと日付を選ぶところと人数と、下の方にツアー予約を始めるというところがあるんですが、日付はここで変更していけますね。で、今回11月は20日と21日と28日があるので、それぞれタップして希望日を選んで人数などを変更したら更新するを押すと、11月21日に関してはツアー予約を始めるというところ、さっきオレンジだったのがグレーに変わりましたね。ということで21日は空きがないということになるんだと思います。で、先ほど空きがあった20日に戻して更新してみるとこんな感じで画面が変わるので、これで試しに先へ進んでみると、まずステップ1、ステップ2がありますよっていう説明がありますね。エコノミークラス機内食というのをタップしてみます。いろいろ選べるところありますね。プラス2500円でエコノミーの席に座ってプレエコの機内食を食べるというオプションを選ぶことができます。こういったものを選択して先に進んでいくということになりますね。あ、右側にですね、空き残り1とか残り4とか書いてありますね。おそらくこれが空きですね。上記の内容で次です。これで予約に進めますね。ということで、まだ若干の空きがエコノミークラス日にちによってはあるという状況ですね。ちなみにプレミアムエコノミーの場合は、同じくお食事等を見た後に下へ進むと、あ、11月20日はもう選べませんね。一人で更新をしてみても、こちらはもう空きがないということですね。やっぱりプレコって結構人気なんですね。ビジネスに関してはお食事がやはりかなりグレードアップしますね。で、空きに関してはありますね。11月20日に関してはまだ飛べるようになってますので、ファーストクラスどうなんでしょう。5万9800円ですが、こちらものすごい、もう食事のグレードがすごいですね。こちらの空き状況はなんと11月20日に関しては空きがありません。で、ちなみにということで21日だとどうなのか。あ、こちらも反応がないですね。空きがないっていうことですね。11月28日、11月分最終日ですね。ファーストクラスが全部売り切れということになります。すごいですね。ファーストクラス、もともと数もすごく少ないということもあると思うんですけど、なかなかね、フライングホヌでハワイまで飛んでそれでファーストクラスってなるとものすごい金額になっちゃうので、であれば
のファーストクラスってどんなものかな、どんな食事かな、広さはどうかなっていうのを体験するっていう意味では、ハワイに行けないということもあるし、この時期だからこその贅沢っていうところもあるのかもしれませんね。で、今回私たちはプレミアムエコノミーを選択したいと思っています。まあビジネスクラス行っちゃうみたいな話もしてたんですけど、私たちフライング4のエコノミークラスしか利用したことがなくて、プレミアムエコノミーの席っていうのがエコノミーと比べてどれぐらい広いのかなとか、お食事の内容ってどれぐらい違うのかなっていうのが、一番比べられるなっていう興味もあったのと、レポートなんか見てるともすごい楽しくて何度か参加しているっていう方もいらっしゃったので、今回の様子を見てどのぐらいのエンタメ度があるのか、楽しいのか、サービスはどうかなっていうのをチェックしてみて、これは面白いと思ったらもう一度ビジネスクラスで利用するのもありかなと思っています。で、こちらは ANA のスカイコインも利用できるので、マイルを貯めている場合はそれをスカイコインに変えると料金から値引きできたりとか、支払いに使うこともできるので、そういった値引きもちょっと考えてもいいかもしれないと思っています。実は私の両親がですね、特に母なんですが、フライングホヌの映像を見せたらめちゃめちゃ可愛い可愛い、見に行きたいってだいぶ前から言っていて、ただちょっとあんまり体調が良くないのでさすがにハワイには行けないっていうところもあって、もしうちの両親がその気になったら、ビジネスできれば体験させてあげたいなっていう気持ちもちょっとありまして、下見も兼ねてプレーコを今回は選択したいと思っています。で、このレストランのフライングホヌは食べるだけではなくて機材の見学っていうのができるんですね。1期目で、まず機内食を食べる、で2期目では機内の見学を実施しますって書いてあって、レポートなんかを見ているとラニ君とカイ君、2期並んでいて、で、片方でご飯を食べてもう片方に移って機内を見るのかなっていう感じのレポがありました。もうそうこうしてるうちに、12月分の予約開始時間が近づいてるので頑張っていきたいと思います。こういうのすごい不慣れなので頑張ります。さあ、あと本当に10秒とかそれぐらいで14時になるんですか。あ、なりました。ちょっと更新してみたいと思います。まだ12月分表記ないですね。あ、来ましたね。来ました、これですね。14時でちょっと過ぎましたけど来ました。それではトライしていきたいと思います。なんか画面が変だぞバグってるかな。ちょっともう一度行きたいと思います。これは、さっき見ていたコメントなんかちょっと違いますね。下の、なんだろう、このバグり感。もう一度つないでみたいと思います。あ、来ましたね。あー、こんな感じなんですね。これはなかなかのくせ者。えい、えい。パソコンの画面の方を見てみると、こちらパソコンの画面なんですけど、ちょっと光っちゃってる。なんか同じようですね。これかな。あ、これですね。よいしょ。 iPad の方だとちょっと微妙だったので、あまり綺麗な画面ではないですが、パソコンの方で作業を進めていきたいと思います。27,600円。お、まだいけそうですね。ツアー予約を始める。あ、いけそうです。やった。オプションとかいろいろね、見るところがありますね。はい、来ました。いろいろ選ぶところがあるんですね。あれ、空きゼロとかなんだよ。そうそうそう。あ、わわわわわ、もうないのかな。ちょっと待って、もう空きゼロとか塗ってる。うそー、これって瞬殺された。ちょっとこれパニック。あ、空きゼロになってる。本当に診察されちゃったのかな。あ、大丈夫みたい。2選択です。どういうこと。選択、ちょっと謎が多い。パニック。これどういうこと。2選択です。オプショナルツアー、ツアー追加。バンホのぬいぐるみとかモデルプレーンとかありますね。今回はいいので、予約に進みに行きたいと思います。大丈夫。あ、いけそう。あ、よかった。あ、さっきの空席ゼロって何だったんだろう。ご予約時に和食洋食をお選びください。お一人様ずつお選びいただきます。どこで選ぶのかな。確保ができてるのかな。
ちょっとパニック起こしてますが、これ和食とか洋食をどこで選ぶのかがいまいち分からなくて、あ、今和食でいいので選んじゃってますね。洋食と和食で選びたいということで、ちょっと戻ろうかなと思います。これだ、一旦戻りたいと思います。ああ、操作を続けることができませんでした、やっちゃった。もう一度やりたいと思います。いやー、ドキドキする。またいけそう。ツアー予約を始める。今度こそ絶対に間違えたくない。日付間違ってたよね。わー、パニックパニック。うわー、あー、よいしょよいしょよいしょ。ここです。18日にして2人でツアー予約を始める。あ、来た。これ機内食。はい、あ、あったった、来た来た。プレミアムエコノミーに和食って書いてありますね。これを1名に、こちらが洋食、これを1名にします。これでいいのかな。チャイルドミールとかね、アレルゲンとか、そういうの選べるんですね。あ、行きました。それで代表者と同行者それぞれチェックしました。次へに行きたいですね。はい、これ行けたんじゃないかな。リクエストを処理しています。いけてるかな。あ、来た。和食、洋食なってますね。1名ずつ、これでいけるはず。会員の方、会員なので行きたいと思います。あ、なんかこれ年齢入れるところ、最初から20歳になってる。このままにしたいな。ダメダメ。お支払い情報の入力へっていうところを行こうと思ったら、なんかエラー出ちゃって、施設からの質問回答を入力してくださいっていうのがあって、これ下の方にサポートをご希望の方みたいないろいろあって、ここにですね、なんか文字がいろいろ書いてあって、もうなんか書いてあるから何も書かなくていいのかななんてスルーしてたら、ここに下記質問事項に該当がないお客様はなしと入力してくださいなので、なしと入れないと先に進めないようですね。これでいけるはずです。あ、行きました。ちょっとこれから入力していきたいと思います。無事とりあえず申し込みを受付いたしましたにたどり着きました。ごめんなさい、本当は iPad のね、画面録画機能を使ってもうちょっと綺麗な映像でお届けしたかったんですが、あのパソコンの方じゃないと作業がうまくいかなかったので、ちょっとこちらで録画ということで、なんとか予約はできました。支払いの方はクレジットカードの方を選択したので、予約一覧から決済画面へ進むということになるかと思います。とりあえず抑えることができました。なんとか予約取れたんですが、先ほど繋いだ直後ってこのボタンですね、ツアーを予約するっていうボタンがビョーンってすごい長くなっちゃって、画面のものすごい端の方に行っちゃって、プラス選べるバーは目で確認できたんですけど、ツアーを予約するっていうボタンがもう何をどうしても出てこないっていう状況になっちゃったので、パソコンの画面の方だとかろうじてちょっとへんてこりんな形にはなってたんですけど、タップができたのでパソコンの方から予約をしました。で現在、2時半ぐらいなんですね。14時33分なんですけど、もう一度つなぎ直したら全く正常な画面になっておりますね。これはやっぱり更新直後っていうことで何か混乱してたんでしょうかね。今からだとこうタップして進んでいくとまだ全然大丈夫ですね。ゆっくりゆっくり進めていけば特に難しいことはない感じです。今更気づいたんですけど、私予約をしてる時にこの右側にある空きのところ、これゼロって思って、え、瞬殺なの、え、ってなってたんですけど、これゼロじゃなくてこれですね、丸ほんとパニックって怖い、ダメですね。で、×が空きなしということでした。テンパるってダメですね。ぜひ興味ある方トライしてみてください。はい、ここから和紙を交えてこのレストランフライングホヌについてもう少しだけお話しして締めたいと思います。昼間は私一人でもう本当にわたわた大変だったみたいね。大変でしたテンパって。で、このレストランフライングホヌなんですけど、もう少しだけ内容に触れたいなと思ってまして、成田空港よりバスにて駐機しているフライングホヌ機へのご案内って書いてあって、これがねすごくやってみたかった、
バスで近づく、下からホヌを見る、ね、これなかなか迫力だなと。でしかも2機並んでるってレアな光景なんだろうなと。で1機目ではご搭乗クラスの機内食がお楽しみいただけますと。でその後2機目ではここですね、機内の見学を実施しますと。でファーストクラスとか全クラスの見学ができて、カウチシートも実際に座れると。で予約画面の中のツアーの説明だと、こちら同じく見学の内容について書いてあるんですけど、もう一期では全クラスのお座席に着席体験することもできますと。でファーストクラスとかビジネス座れるのかなって、ね、結構な人数で時間がね、どれくらいの人数で回すんだろうね、それ時間の方をねちょっとチェックしてみたら、この一番下ですね、いろいろ流れが書いてあって、お食事に関しては約1時間半ぐらい、まあ、提供するのとか飲み物飲んだり割とゆっくり時間が取ってあって、その後機内見学が14時25分から15時15分だから約50分取ってあると、まあ、だから希望する人はなのか、まあ、割と全員漏れなく座れたりするのか、ちょっとそこは行ってみないとわからないんですけどね。最小最高人数が200名からなんでしょ、うん、だからそれ以上200以上いる可能性あるんでね、まあ、どんな風に回していくのかなっていうのも、まあ、当日楽しみというかね。で12月限定のおすすめポイントとしては、クリスマス時期にちなんで12月ご参加のお客様にはささやかながらクリスマスらしいお菓子をプレゼントっていうのもあるそうです。あと他のプレス記事みたいなのを見ると、ブルーのサンタ帽をかぶって CA さんとかなんかお出迎えしますよっていうのもちらっと見かけたりとか、あとは着ぐるみがね、着ぐるみさんたちも出迎えてくれるよとか、はい、我々があったあの、そうですそうです、ラニ君の、うん、でこのツアーはもう5月から十何回かな、結構やってるんだよね、うん、回数としても3300人以上が利用してるイベントって書いてあって、なかなか人気で、もう十何回もやってるってことも分かってたんだけど、初めての予約だったからほっとテンパっちゃってでしかもあの C がいなかったので会社で、パソコンちょっと使い慣れてないパソコンを開いて万が一の時のためにって待機してたら、それは良かったんだけど、もうね、慣れないパソコンのね、あの操作をしながら画面をこう iPhone で撮りながら喋って、しかも予約をするっていうのが本当にテンパっちゃって、空席のところ私がゼロって読み間違って実は丸なのに、うわーってなったのはやっぱり録画してる方の iPhone の画面を見ながらやっていたから、あの丸がねちょっとひしゃげてゼロに見えてたっていう言い訳は言い訳だ、ね、そうさせてくださいあの感じとしてはそんなに大慌てしなくても、あのゆっくりやれば取れるなっていう感じでした。うん、こういうことでコロナ禍で、ね、大打撃をこう受けてる航空会社とかもいろいろね頑張っているので、私たちも楽しみながら貢献できたらなっていうところですね。いや本当パニックでしたが、レストランフライングホヌ実際行ってみてどんな感じだったかじっくりレポートしたいなと思っていますので、動画ぜひお楽しみにしてください。ドタバタですいませんでした。それではまたお会いしましょうマハロー。